なんとも感動的ですね、はい、さあ土俵上には琴光喜と北勝力が上がりました。4勝3敗同士、琴光喜がこの対戦は8連勝中という11対3という対戦成績。小山さん、琴光喜がもう少しですね、はい、そうですね、まあ、逆転の負けが、ね、多いんですけどもね、はい、まあ、攻めてるのはいいと思います、はい、ただあの勝負どころ焦りすぎると嫌いがありますね、琴光喜は、はい、もう一呼吸土俵際まで詰めてそこで一呼吸を置いてしっかり回しを両方取って寄るとかしてほしいですね、そしたらこういう取りこぼしというか惜しい相撲というのは逆転される相撲というのはなくなると思うんですけどね、うん、内容見ても悪いとは思わないですね。そうですか。あの右を差していい形にはなるんですけれども、そこからの攻めということですね。そうですね、うん、今日はあの長男の愛希君が館内で見ているということで、まだ1歳にも満たない愛希君、体の張りはありますよね、琴光喜。なるほど、そうですね。今日は変化もある北勝力ですが、もろ手突き北勝力、喉は中に入った、万全、寄り切りました。5勝目です。息子の前では負けられないと今日はいい相撲を見せました。5勝3敗、まあ、北勝力から見るとですね、はい、叩きにくいですよね、胸できますので、はあ、だからもう諸手でいくしかないと。今日琴光喜立ち合い良かったですね、はい、踏み込み右で少しこうかち上げるような、はい、跳ね上げるような立ち合いでした。でここ怖がらずに出たのが良かったですね、はい、じゃもう回しもしっかり取ってもう万全ですね。こうなったらもう北勝力としては手立てがありません。よく言えばもろ差し入った時に右の方も取ってほしかったですね。あ、そうするとなお万全、もう相手は腰開けませんね、突き落としも何もできませんのでね。あ、なるほど、右は取れてませんね、はい、なるほど。これで5勝3敗です。ただ両横綱が全勝でも走っていますので、この琴光喜も3敗ですから優勝争いに加わるという状況ではありません。明日鶴竜戦、北勝力4勝4敗、明日旭天鵬戦です。